時間がやってまいりました。今日のメニューはですね、チキン南蛮を作りたいと思います。チキン南蛮と言いますと油で揚げるイメージがあると思うんですが、今回はですね、少ない油とフライパン一つでヘルシーで美味しいチキン南蛮を作りたいと思います。それでは参りましょう。ご飯キッチンレッツゴー。はい、チキン南蛮といえばご飯食べたいとこなんですけれども、いつものようにメスティンで炊いていきます。お米はね、せっかくやからヘルシーな玄米で炊いていきます。それでは材料の紹介からしていきます。まずは、はい、鶏胸肉2枚、はい、片栗粉、いつものマキシマムスパイス、はい、オリーブオイル、はい、鶏肉に絡めるタレはお酢と醤油と砂糖でいきます。はい、次はね、特製のタルタルソースの方なんですが、玉ねぎ、ヨーグルト、マヨネーズ、はい、今回はですね、たくあんを使った特製タルタルソースを作ります。それでは作っていきます。はい、それでは鶏肉の準備からしていきます。全然かわいいのか。鶏肉にマキシマムスパイスを振りかけていきます。これは塩コショウでも OK です。次は片栗粉をかけていきます。片栗粉をまぶしていきます。それではね、タルタルソースを作っていきます。はい、次はね、たくあん切っていきます。白と黄色のコントラストがなかなか。それではね、ここにマヨネーズで、ヨーグルト、どこ行った、これを混ぜます。はい、これで特製タルタルソース完成。はい、はい、それではね、鶏肉焼いていきます。全体に火が通ったら、タレを作ります。ここで加えていきます。ザー、もう全部ここでやっていきます。ういはい、それでは盛り付けていきましょう。
成しました。それではいただいてみましょう。炊いてたメスティンもできてるんで、いくよ。はい、こんな感じ。はい、いただきます。うん、おいしい。タルタルソースのね、たくあんの味がすごくいい味出してめちゃくちゃ美味しいです。それじゃあね、ちょっとご飯の方もいただいてみましょう。せっかくやから上に乗っけてね、食べてみましょう。いただきます。うんうん、おいしい。めちゃくちゃおいしい。はい、本日はですね、油で揚げないチキン南蛮のご紹介でした。油で揚げずにフライパンで焼くことで結構カロリーを抑えて、またご飯もね、玄米で結構ヘルシーになってるんでね、今回の、カロリーは0キロカロリー、0キロカロリー。この特製のタルタルソースなんですけれども、たくあんの甘みと玉ねぎの辛さ、これがねマッチしてとても美味しかったです。はい、本日の0キロカロリー料理は以上となります。0キロカロリーじゃないですけどね。この料理美味しそうだったら高評価、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の料理か Vlog キャンプ動画でお会いいたしましょう。ゴーさん、ゴームビーゴーでした。グッ。